今回はダイソーの購入品紹介です。今人気の便利グッズをたくさん購入してきたので紹介します。ぜひ最後までご覧ください。まずはじめに紹介するのは目隠し洗面ゴミカードです。こちらの商品はずっと愛用しているリピート商品です。洗面台のゴミが見えるのが嫌で購入してからずっと気に入って使っています。白くてすっきりした見た目です。3つ入りなのでお得感があります。この商品の特徴は目隠しカバーがついていて中のゴミが見えないのと中央がメッシュ構造で水の流れがとてもいいところです。取り付けも排水口にはめるだけなのでとても簡単です。このように水の流れがとてもよく中でしっかりゴミもキャッチしてくれます。ゴミが溜まってきたなと思ったら目隠しフードが外れるので外してゴミを取り出せます。色が白いので本体が汚れてきたらいつも取り替えています。お客さんが来た時などに汚いものが見えないのがとても嬉しいです。ぜひ試してもらいたい商品です。次に紹介するのは耐水性粘着フックです。こちらの商品はお風呂場で使いたくて購入しました。耐水性なので水を使うところでも使え、シールで貼り付けるタイプですが剥がした時に糊が残らないので身体でも安心して使えます。カラーはクリアなので貼り付けても目立たないのがとてもいいです。耐久性は約2キロです。ずっと気になっていた水栓を使っていない時にこのように下についているのが気になっていたのでこちらを使ってきれいにしてみます。ちょうどいいところでフックを貼り付けてこのように引っ掛けておくととても清潔的で邪魔にならないです。あと一つどこで使おうか迷っているので何かいい使い方があったら教えていただきたいです。次に紹介するのはコーヒーフィルターホルダーです。こちらの商品はコーヒーのペーパーフィルターを収納できます。箱から取り出すのが面倒だったのでずっと探していてダイソーにあったので100円で購入できました。付属でマグネットが付いています。両面テープが付いているので好きな位置に貼り付けれます。手に取りやすい位置に付けてみます。フィルターを入れてみると星のマークが切り抜かれているところがとても可愛いです。4杯から8杯用のフィルターがぴったりサイズです。70枚から80枚は入ると思います。これを購入してから朝の忙しい時間が少し短縮されたように思えます。とても便利で見た目も可愛いので気に入っています。次に紹介するのはスポンジホルダーです。こちらの商品は台所用のスポンジ用に購入しました。シンプルなデザインで磁石で取り付けれるので浮かせておいておけます。以前まではダイソーで購入した浮かせるスポンジホルダーを使っていました。うまく引っ掛けれないことがあり少し使いにくかったので今回購入したものを試してみます。取り付けてみると磁石が少し弱く感じました。スポンジを置いてみましたが弱く感じただけで洗い物などしていても全く問題なく使えています。吸盤で取り付けるものはよく動いてしまいますが
磁石なので濡れても全く定位置からずれないので気に入っています。次に紹介するのはボトルホルダーです。今まで食器用洗剤を直接置いていてお掃除が大変だったのでこちらを購入しました。磁石で取り付けるタイプを探していましたがなかったのでこちらを試してみます。思っていたより吸盤が強くしっかり固定されています。愛用している洗剤がぴったりサイズでした。1ヶ月ほど使用していますが今のところ何の問題もなく使えています。長く使用するには時々吸盤の中心部を押し空気を抜いたり吸盤を熱湯に5、6分浸し乾かしてから使用するのがいいそうです。そこに穴もあり水切れもいいので台所のお掃除も楽になって購入してよかったです。次に紹介するのはダストボックスです。こちらの商品はワンタッチで開閉できるボックスです。ゴミ箱として売られていましたがスーパーの袋を貯めておくボックスとして使用したくて購入しました。このように片手で簡単に開けることができます。閉める時も片手でできるので作業をしながら使用するのにとても便利です。今までスーパーなどでもらった袋をそのまま突っ込んでいましたがこれを使うようになってから開けるのが楽しくて主人もちゃんと入れてくれるようになりました。これが100円なのがびっくりです。消耗品を入れておくと生活感も出なくとても優秀アイテムです。次に紹介するのは曲がるキャッチブラシです。こちらの商品は水筒やお弁当箱の洗いにくい隙間まで洗うことができるブラシです。本体は程よく持ちやすいサイズです。ブラシはしっかりしているのでしっかり汚れをキャッチしてくれそうです。力を入れると簡単に曲がります。サイズに合わせて角度を変えられるのが便利です。片手でも簡単に使えます。水筒の蓋の隙間を洗ってみました。今までいろんなブラシを使って試してみましたがこれは簡単に隙間に入ってくれるので洗うのがとても簡単になりました。指では届かないところまでしっかり洗えて使用後はフックにかけておくところもあるのですぐ手に届くところに置いています。これは我が家で大活躍しています。次に紹介するのはシリコーントングです。こちらは200円商品です。我が家はずっと短いトングしかなかったので主人がずっと長いトングが欲しいと言っていたので購入しました。こちらのトングは一般的なトングと違い留め具がついていません。留め具がついているとカチカチと音がするのでそれがストレスでした。使い方はとても簡単でトングの上に丸いリングがありこのリングを押したら開きます。そしてトングを閉じたままリングを引っ張るとロックされます。リング部分は引っ掛けて収納できるのでとても便利です。トングの先端部分もしっかりつかむことができるので使いやすいです。シリコン素材なのでお鍋やフライパンを傷つけないのでとても気に入っています。このクオリティで200円はとても安く感じました。次に紹介するのはマグネットフックです。こちらのフックは大きさが S、M、L の3種類あり用途によって使い分けれます。
マグネットが上についているので、横向き、下向き、どちらでも使えるので便利です。こちらを先ほど紹介したトングをかけておくように購入しました。キッチンの換気扇があるスペースにつけてみました。下向きにつけると体重量 1.5kg なのでトングをかけても問題ないです。今までネジを使ってしかこのように収納できなかったのが磁石なので賃貸でも安心して使えます。磁石はとても強力なのでとても気に入っています。とても気に入ったので M をもう一つと L も購入して使っています。凹凸があるところや水滴がついてしまうところは錆びてしまうので使えませんが、キッチンツールをかけて収納したり玄関などでも大活躍します。最後に紹介するのは味付け卵メーカーです。こちらの商品は大人気でダイソーを5軒回ってやっと購入できました。味付け卵を少量の調味料で作ることができるアイテムです。タッパーや保存袋に入れて作ると大量の調味料を使ってしまいますので、こちらを使うととても経済的です。本体は卵をつけておく容器と干し蓋と蓋ととてもシンプルな作りです。作り方はとても簡単です。お好みの調味料を一番下の線まで入れていきます。そして作っておいたゆで卵を4つ入れます。最後に押し蓋をして蓋をしたら冷蔵庫に入れておきます。1日冷蔵庫に入れておいたらこんな感じです。しっかり使っています。とても美味しい味付け卵が完成。卵の賞味期限が近づいたら味付け卵をよく作っていたので、これを買って少量の調味料で作れて購入して本当に良かったです。なかなか店頭にないみたいですが、見つけたら購入してみてください。今回も最後までご視聴いただきありがとうございました。人気商品はすぐ売り切れてしまうので、ダイソーに行かれたら見つけてみてください。最後に高評価、コメント、チャンネル登録もよろしくお願いします。